ただいま。お使い行ってきたよ。もらうもんかな。いや、勉強しよう。あれ？だよ、つかねえじゃんか。いいじゃん。寒っ。うわー、入った。皆さん、この映像が何を伝えているかわかりますか？ここで注目してほしいのは、彼の生活がとても環境に悪いものだということです。電気や水の無駄遣い、ゴミを分別しないことなどによって、二酸化炭素などの排出量が増加します。そして、私たちの地球を壊す大気汚染や地球温暖化が進んでいきます。大気環境が悪化すると、喘息などの呼吸器疾患や目の痛みといった健康被害の増加、また空気が霞み、綺麗な景色や星空が見えないといった状況も発生してきます。最悪の場合、青空も消えるかもしれません。お帰り。さっきごらん、星が綺麗だから。ほんと？綺麗だね、お母さん。あれ、やだ。今月は大気汚染防止推進月間。この機会に皆さんも少しだけ環境に優しい生活をしてみませんか？この満天の星空が全国どこにいても見られるように、良好な大気環境を維持するため、またより良い大気環境にしていくために、私たちが取り組めることはたくさんあります。守ろう私たちの地球。一人一人にできることを。大気汚染防止推進月間。